敵、戸田宿根は、日本初期等に伝わる古代日本の人物、都ス宿根とも表記する。別名は盾人宿根、弓の名人。古事記、高原天皇団では、的氏は、桂木の長子、総戸彦のの子孫となっている。総戸彦は、日本初期では、卒彦となっており、卒彦の子孫としては、他に、玉江氏、幾江野氏、揚げ氏がある。 新先生白区山白区を別によると、敵神、石川阿蘇同祖、彦、大野忍武に命三世孫、桂木卒彦の後なりとなっている。日本初期巻、第十によると、応神天皇十六年に、へぐり尽くす国を授けて、御事の乗りして曰く、卒彦、久しに帰りこず、必ず白木の防ぐにより手とどこ折れるならむ。何時ら、急に去りて、白木を打ちて、 その道路を開けとのたも、白木の国境に望んだところで、白木王は、恐れて、罪に服し、ゆずきの妊婦を率いて、卒彦と共に帰ってきた、という。巻、第十一では、仁徳天皇十二年に、高来国、鉄の盾、鉄の的を貢ぎる、高来の客に、京へたも、世の日に、軍神及び百両を収えて、高来の剣るところの鉄の盾、 鉄の的をいしむ。もろの人、的をい通すことを得ず。ただてきしんの育て人すくねの祖先であるすくねしんも、県維神の名を賜っている。この5年後、戸田すくねと県維神は、白木に派遣され、大和政権に貢ぎ物を献上しないことを問責した。白木人は食って、蝶の千四百六十匹及び、手術雑物合わせて八十層を献上した、という。 人徳十二年の記述は、史実のほどが疑わしいと、池内博士は述べている。5世紀の高栗は高大王、長寿王の知性で和国とは対立関係にあり、高栗の兆候や状況文があったとは考えにくい、という。高栗の兆候記事は、王神天皇28年9月にもあり、高来の王、日本国に、恐怖という状況文の無礼さに立腹した大使の、 都道地イらつコが破り捨てたという記述がある。ただ、今日という言葉は、公会道を秘文にも、十年講師、補機五万を、剣はして、行きて、白木を、救いは教えむという風に用いられており、また戦争中に施設が訪れることがないとは、言い切れない。いずれにしても、続く、上述の、同じと田スクネが関与する人徳十七年上の、 白木派遣の記事と深くつながっていることは間違いないであろう。ありがとうございます。